ラウンドアップかけたのにな、全然枯れてないやん。こっちもかけたんだけどな。はい、よろずやももチャンネルです。今日も太ってます。はいはい、本日はですね、タイトル通りですけども、オヒシバについてやっていきます。で、このオヒシバ、私の周りでもですね、なんなら農家さんからでもですね、オヒシバ全然枯れないんだよね、なんかいい方法ないってよく聞かれます。おそらくこの動画を見ていただいている方もね、そうそう、ほんと枯れないんだよって、そうやって思ってる方多いと思うんです。で、そんなこともあってですね、この YouTube の中でオヒシバと検索してみると、もう出るわ出るわ、いろんな方がいろんな除草剤を使って枯らせてて、私もですね、そういった方のね、その動画見させていただきました。で、先にまず結論から言ってしまいますけども、ほとんど間違ってます。もう9割以上、もうなんなら9割並ぶぐらい、それぐらい間違ったことをおっしゃってます。オヒシバ、簡単に枯らすことができます。早速やってみます。はい、この辺りからね、もうずっとですけど、はい、こちらにかけてね、まあオヒシバだけってわけじゃないんですけどね、まあカヤツリグサだとかそういうのも生えてますけど、まあほとんどオヒシバがだいぶ生えてますので、まああとメヒシバも生えてますね。まあこの辺り一帯をね、ちょっと枯らせてみたいなと思いますね。はい、こちらですね、1週間ぐらい前にラウンドアップの30倍をかけてやったところなんですけど、若干ね、艶がなくなったかなって感じはするんですけれども、これをね、もうあと1週間ぐらい待ったとしても枯れてくるってことはないんですね。これがまあ要するにラウンドアップ、グリホサートに抵抗性があるっていうのはこういうことなんですけれども、まあ、こちらも全体的にね、かけたんですけど、まあ同じく艶がないような感じにはなりましたけれども、実際には枯れてきてません。はい、じゃあですね、グリホサートじゃない除草剤で撒いていきます。はい、終了です。暑いです。はい、ノズルはですね、前回杉菜のね、お話をやった時と一緒です。こういった霧タイプのね、ノズルを使ってください。泡状タイプではなくて、この霧状タイプのノズルを使ってやっていきます。まあこちらの方がまんべんなく全体的にこれかけることができますので、まあこういったノズルを使った方がいいと思います。はい、一旦ちょっとオヒシバの話から脱線してしまうんですけれども、昔々と違ってですね、今の時代ってものすごく便利になってきたわけなんですよ。で、昔だったらですね、もう本当に一つのことを調べるのに、もう何十冊という本を読んで、まあ、そこから情報を得たわけなんですけども、じゃあ今はどうなのかって言ったら、もうネットでちょっとちゃちゃってやればすぐにいろんな情報を知ることができるわけなんですね。この YouTube もね、そういった手段の一つだと思うんです。で、すごく便利な時代になったんですけれども、じゃあそこに出てる情報というのがね、全てが正しいというわけではないわけなんです。で、冒頭で言った通りなんですけど、この YouTube の中でね、オヒシバという言葉で検索してみると、いろんな情報がやっぱり出てくるわけなんです。で、ほとんどが間違った情報なんです。いわゆる今オヒシバというのがですね、グリホサートに対して抵抗を持ってるオヒシバが結構多いです。で、これは事実は本当にその通りだと思うんですよ。で、ラウンドアップだけだと枯れない、それに対してグルホシネート、ザクサだとかバスタですね、はい、こういった除草剤は枯れるのはすごく枯れるんですよ。だけど根は枯らさない、だからまた復活してきちゃうんじゃないかと。だからそこにザクサだとかバスタだとかね、こういった枯れさせる能力の高い除草剤、そこにラウンドアップのようなグリホサートを要するに入れる、そうすれば枯らした後も効果が長く持続してくれるんじゃないかと、この発想で要するにブレンドしてるわけなんです。でもそもそもここが間違いなんですよ。これ前回の動画の時にも言ったんですけれども、
根まで枯らさないと復活してしまうんだというここの固定概念、はい、これをまず取っ払わないと、この固定概念が要するに邪魔をしているわけなんですね。根まで枯らさなくても全然大丈夫です。ザクサラとかバッサでしっかり枯らしてやれば全体的にです。あくまでも葉っぱを軽く枯らしている程度ではもちろんこれ復活してきちゃうんですけれども、しっかり枯らせれば、いわゆる成長点のところまでしっかり枯らせていけば復活してくるなんてことはありえません。根まで枯らす除草剤と根は枯らさない除草剤、このブレンドするという発想は無駄なのでやらない方がいいです。はい、こちらですね、これ先日私がプリグロックスで枯らせたオヒシバです。はい、ここまでこう枯れてますよね。でこれが要するに皆さん例えばここでお聞きしたいんですけど、これ復活してくると思います？これでプリグロックスですから根まで枯らしたわけじゃないんですよね。はい、根まで枯らしたわけじゃない。でも今これ見てもらったら枯れてますよね。もうパリパリですよ。紐の状態なんですよ。でこれがここまで今枯れてるものがね、今から1ヶ月経ちました、2ヶ月経ちました、これで復活してこの草がこのオヒシバが生き返ってくると思いますか？これが復活してくるなんてことはありえないんですよ。もしこれで本当に例えばこれがね草が蘇ってきたとしたら、もうこれはねはっきり言います、もう本当にゾンビです。これはとにかくここの中心部のここですね、はい、ここのとにかくここの成長点をとにかくかけてやるんですよ。ここをきちんと枯らせてやれば、はっきり言ってね、例えばこの先っちょだとかね、こういったところに、こういったところですね、こういったところだけを枯らしてもダメなんですよ。問題はここなんですね。はい、ここの成長点、ここをとにかく枯らせてやる。ここさえ枯らせば絶対にこれが復活してくるということはないんですね。はい、ですね、除草剤を散布してから、5日が経過しました。まあほとんど枯れてますね。まあ全体的にこんな感じです。まあこの辺りがねオヒシバがあったところなんですけれども、まあこの辺りですね、オヒシバがあったところなんですよ。まあしっかり枯れてますね。はい、今回使った除草剤はこちらの除草剤を使いました。でこれプリグロックスなんですよ。で普段私はオヒシバでもねメヒシバでもそうなんですけど、基本的にはこのプリグロックスを使います。なぜ私がこのプリグロックスをよく使うのかなんですけれども、私がプリグロックス大好きだよってそういう意味で使ってるわけじゃないんですよ。簡単に言っちゃえば安くて、そして何よりもちゃんと枯らすことができる、だからこれを使うんですね。で10リッター、まあ詳しくはね以前の動画を見ていただけたらと思うんですけれども、10リッター作るのに170円で作ることができるんですよ。でしっかりと枯らせてくれる、だからこのプリグロックスを対応するわけなんですね。別にプリグロックスじゃなくてもね、もうザクサでもバッサでも別に何でもいいんですよ基本的には。ただザクサにしてもバッサにしてもまあお値段がね、正直なこと言ったらこのプリグロックスよりは高くなってしまうんで、1回あたりの単価がやっぱりどうしてもコストが上がってしまう。だからまあうちの場合はザクサバッサではなくてこういったプリグロックスを使ってるっていうのが多いわけなんです。で今回使ったのはこちらなんですね。でこちら何が入ってるのかというとですね、これです。この一刀両断というね、この除草剤を今回使いました。でこれ以前ね私使ったことが、もちろん私自身もこれ使って効果っていうのもちゃんと私分かった上でもちろん使ってるんですけども、たまたま今回この除草剤を、まあ、知り合いの農家さんからこれいただいたんです。でこれ除草剤なんですけれども、農薬ではないんですよ。ですからこれは農耕地畑だとかねそういったところでは使えません。でそれをその農家さんが知らずにこれを購入してしまったと、ネットで購入して、で気づいて、まあで使おうとしたら、あこれ農耕地用じゃないんだってことで、まあじゃあ使えないなということで、まあうちにこれが回ってきたわけなんですね。でこれたまにねうちもこれ出しますけど、こう一刀両断っていうこれこういう使ってます。でこれは、ラウンドアップとかと同じでグリホサートの成分なんです。根まで枯らすよというタイプのグリホサートタイプの、一刀両断なんですね。で
今言ったこのこちらですね、これはじゃあ何なのかって、これちょっと色が違うと思うんですけど、これはまあザクサ、簡単に言っちゃえばザクサバッサと一緒ですね。グルホシネート、成分、主成分はグルホシネートの一刀両断なんですよ。これね、100倍濃度で使います。このプリグロックスも同じです。100倍濃度です。うちが使うのは100倍にして使います。説明書とかにはね、200倍でも効きますとかって書いてあるんですけど、実際に200倍でやるとやっぱりね、正直なこと言って枯れません。ですから100倍でうちは作っています。でもこれ今言ったこのこれですけど、これ8500円なんですよ。ネットで買っても8500円ぐらい、プリグロックスと同じぐらいの金額なんですね。ってことはこれ5リッター入ってます。ですから結局コストで言うと、こちらも同じく、こちらもね同じく10リッター作って約170円で作れるんですね。ですからプリグロックスはまあなかなかね、ちょっと買うのにハードルが高いから、まあ印鑑を押さなきゃいけないとかめんどくさいんでね、っていう方は濃厚地でなければ別にこれで十分枯れます。ただ一つ言うと、プリグロックスはね、本当速攻で枯れてくるんですよ。まあ例えばさっき、先ほど大木島にね、除草剤かけましたけど、もう早ければ夕方ぐらいには色が変わってきて、もう次の日24時間ぐらい経てばもうだいぶ枯れてきてるんですよ。でもこちらの場合は日数的にもうちょっとかかります。はい、そういった違いはあるんですけど、これで十分枯れますので、もし何だったらこちらのこういうようなものを一度使われてみるのもいいんではないかなと思いますね。はい、このですね、沖島も前回の、ネズミ麦も同じなんですけども、成長点がある場所っていうのがここなんですよね。ここなんですよ。だから本当根とこの株との境のところですね。で、まあこれもネズミ麦と同じような感じでね、これがもっと成長してくると、まあ今まだ小さいですけど、これが成長してくると、この株がどん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 これが増えていくんですよ。これがまだ今こんなちょっと少ないですけど、これがどんどん増えてくるんですね。でそこの分裂をしてるとこって結局ここなんですよ。だからここの成長点、ここをしっかりと買ってやれば、刈り取ってやればもう生えてこないわけなんですよ。例えばここですね、ここの部分で刈り取っちゃうんですよ。ここで刈り取ってやれば落としますね。まあ今落とした根がこれなんですけど、これが要するにこういう状態だったわけですね。こういう状態だった。でこれを要するにこんだけ刈り取ってやりましたと、土の中にこの根が残ってますよね。でもこれはもう復活しないんですよ。なぜなら要するに成長点をもう取ってしまったからなんですよ。はい、このオヒシバですけど、除草剤ではなくてね、こういう鎌で例えばこれを抜くとしますよね。でこれもまあ抜くというか、この鎌で例えばここで切ったらですね、成長点残ってますからまた伸びてくるんですよ。ですからこの成長点のここですね、ここをしっかりと、ここを刈ってやるんですよ。こういう感じでね、はい、もう今ここは根もまだ残ってるんですね。根は残ってるんですけど、成長点から上はもう取ってしまいましたので、これでこれが復活してくるってことはもうないわけないです。はい、全体的にこんな感じでね、全体的にもちろんかけるんですけども、重点的にかけるのはここなんですね。この要するに成長点のあるところ、ここを集中的にこうかけてやる。ここはしっかりこうかけてやります。はい。これでもう全部枯れていきます。まあ今これかけましたけど、まあこういう大雑把なかけ方、これでは復活しちゃいます。こんなようなかけ方ではやっぱり復活しちゃうんですよ。あくまでも全体的に枯らすんだけど、ここを集中的にかけてください。こういう感じでね、はい、そうすればもう絶対に復活してくるってことはありません。はい、以前にもですねお話ししたことがあるんですけれども、うちが使ってる除草剤、まずはラウンドアップ、はい、それとザクサ、それとプリグロックス、基本的にはこの3種類の除草剤を使ってます。でこの3種類以外で使う除草剤もまあチラチラとはあるんですけれども、基本的には今言ったラウンドアップ、ザクサ、プリグロックス、この3つで全ての草は枯らせることができます。これ以外のものは私から言わせたら必要ありません。無駄な出費になってしまいます。
またいずれですね、そういったこの3種類の除草剤をどんな場面でどういうところでうちが使い分けをしているのか、そういったことについてもまた詳しい動画を上げていく予定でいますので、今後もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。コメント質問どんなことでも結構です。今日も太ってるねでも結構ですので、コメントお待ちしております。どうも。